はいどうも、チェル。シーだよーっと。はいどうも、ピ。ピーだよーっと。はいどうも、チ。チーだよーっと。決まった。決まった。今回決まった俺。たまにしか聞こえない。まあ、確かに。キモさが素敵。新宿2丁目や。天才。意味だと思った、それは。ということで今回はですね、じい様とティピ君とシーちゃんとチェル君でやっていこうと思います。思います。では行こう。よし、行こう。ダーン。よし、着地。けどう、周りどう？多分敵ないと思うけど、っていうかさ、うん、夏っぽいことした？みんな今年？うん。え？してない。マジで？でも実際俺もね、してないんだけど。してないんだよな。うん、じいさんもなんか夏っぽいことした？まあ、君たちとは違うさ。何したんすか？お？お？お？何したんすか？祭り行っちゃった。お祭り行ったの？マジ？うん。いいな。花火見た？花火。花火じゃない、踊ってきた。あ、踊った、あ、そういえば俺、あれ行ったわ、あの、なんだっけ、あの、流しそうめんだけ行った。あーあー、夏っぽいじゃん、夏っぽい。そうでしょ、夏っぽいでしょ。流しそうめんだけ行った。でもいいな、祭り。俺今年祭り行ってないんだよな。祭りいいね。祭り行ってないわ、俺も。俺マジで知ってる。あんま行く機会なくなってくるよね。いや、なくなって、なんか学生の頃とかさ、めっちゃ行ってたけどね。あ、行っとった行っとった。ドキドキしてたもん。なんか地元のなんか、あの、やつに会って恥ずかしいみたいなめっちゃなかったっすか？あった。地元の祭りは特にだよね。そう。ね、え、お前今日来てんだ。え、お前彼女とか、なんとかとか言っていう話しませんでしたよ。なんか会ったやつと。あったやつ。確かに。いやー、懐かしい。なんか淡いっすね。夏も終わりですけど、そろそろ。あの、なんか、初恋とか、記憶とか覚えてます？あ、初恋ね。うん。初恋か。ちょっと初恋話しましょうよ。いいよ。じゃあ、ジジからにして。ジジからだよね、こういうのはやっぱり。ああ、なるほどね。うん。オッケー。みんなが気にしてるだろうからね。いや、それは、どうかな。みんなが気にしてるかどうかは別として。あ、まあね、それな。そっか、でも初恋、まあそうだね、小学生、あれだな、多分同じクラスの子やね。ああね。うん、ありがちなやつね。まあありがちなやつだよね。うん。でも、んで？その子は、まあ正直、見た目も結構、まあ可愛かったんだけど、可愛いなとは思っとったけど、でもまあ、その、ある日っていうかまあ、あれだね、よくありがちなの、まあ、ほんと教科書を忘れたんだよ。ああ、ね、はい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 。必要な。で、まあ、その時にちょうどその子が、まあ、隣の席だったんよね。うん、で、まあ、それで、まあ、その子に結局、その教科書を一緒に、まあ、見て、授業を受けるみたいな。うん。でも、淡いな。淡いな。ああ、カキさんや。淡いなぁ。淡すぎる。なるほどね。そう。で、まあ、その子を、まあ、結局2年間ぐらいかな、好きでいて。おぉ、投げ。結構投げ。投げ、うん。だけども、結局、まあ、ほと、まあ、落ちではないけど、普通に、まあ、その2年間過ごしたら、もういつの間にか他の男と付き合ってたと。あー、まあまあまあ、そうやね。え、じゃあ、実ることはなく。実ることなく、他の男に取られ。あー、なるほど、なるほど。まあ、でも、初恋だって、でも、そんなもんでしょう。まあ、そうやね。まあ、そうだね。え、でもね、なんか、あの、あるみたいですよ。なんか、なんだっけな。あの、実らない恋の方が記憶にこう残りやすいじゃないけど。あ、そうなんや。ティッピーどうすか？僕はね、僕の話、初恋ね。うん。僕は元が、うん、一番最初マジで小学校2年生ぐらいだった。おー、あー、一番最初にね、うん、そう、好きになりだしたのが、あー、まあまあ早くはないか。まあ
そのそれ混ぜてたんで、もう携帯持ってたんですよ、僕らの時代は。あ、はいはいはい、で携帯でメールをし合ってたんですよね、うん、でメールしてて、あ、もう好きだなみたいになってたんだけど、うん、で相手もなんか、うん、好きだよ、好きなんだよねみたいな感じなのよ。うん、ああ言ってくれてたの。いや、小学校の頃ってこう周りの友達があいつお前のこと好きだってみたいな感じで言うじゃん。あああるね、あるね、あるね、はい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 、あるね。そうで、はいはい、お互いそれでもうなんか両思いみたいな、あいい感じだったよ。お、いいじゃん、うん、いいじゃんってなるじゃんね、俺もね、うんうんうん、で LINE しててある時決心ができて、この、うん、そうメールでね告白しようとしたんよね、うん、はいはいはい。で告白したんよ。うん、どうしました、告白まではした。ただもうなんかつい最近まで好きだよねお互いみたいになってたのに、うん、その女の子は、うん、もうすでに転校生のことを好きになっちゃうっていう、うわー最悪だ。あの手にやられたやつや。そう、綺麗に散りましたね。いやー、淡いね。淡いね。淡いねボタンがあったら押してやりたいんだ、やばい。僕はね、初恋だなって思うの、実はね、中学生なんだよね。へぇー。ああ、遅いね。そう。いや、小学校の頃も一応初恋っていうか、まあ、好きな子みたいなのはいたんだけど、なんか特別なんかアプローチしたわけでもなく、すごい好きってわけではなかったんよ。うん、うん、でなんか なんて言うんだろう、なんか人ってさ求めてない時は来るじゃん。うん、わかる、わかる、これ。それはいつの、いつの、なんか、年関係ないよね、それは。うん、そう、もうそれ年関係なくて、ね。そうそうそう。そうあるあるある。その歴史をさ、その、あんまりその、なんか恋とかは、あんまり興味ない、小学校の頃が、なんか一番持ててたんよね。うん、なんなら。ああ、はいはいはい、うん。で、ちょっと、ちなみに、中学校の頃になんか、うん、修学旅行でなんかキャンプみたいなのしなかったっすか？修学旅行っていうか、その、ああ、あった、あった、あった。キャンプはあった。うん、キャンプあるよね。あるあるある。じゃあ僕の。中2ぐらいとかにあったような気がするな。ですよね。僕、中2の頃、その、キャンプがあったんですよ。はいはいはい。で、まぁ、あ、ちょっと、何、いい、普通になんか、こう、まぁ、あ、なんか、まぁ、あ、でも正直言って、割と一目惚れに近い、恋だったんですけど、飯盒水産あるじゃないですか。ああ。飯盒水産みたいなのをみんなでやりましょうってなって、んで、まあ、カレーみたいなの食べて、で、食べ終わった後に茶碗洗おうってなって、まあ、洗ってたんですよ、うん。山の中って結構寒いじゃん。ああ、まあ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 、結構寒い感じで、なんかこう、洗い物してたら、うん、手冷たくなっちゃったから、チェル君温めてとか言って、うん。こう、両手を出して、温めてとか言ってやってきたんよ。ほう。うん。クソあざとくない？うん、あざとい。あざとい、あざとい。あざといやね。でも、その瞬間に完璧に落ちちゃったよね。もうダメだ、好きだ、みたいなふうになって。ああ、まあ、可愛いよね。あざといね。分かってても可愛い。その後ね、キャンプファイヤーやら何やらして、そう、キャンプが終わった後に、ちょっと好きなんだよねみたいな感じで告りまして、はい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 、でもう告ったんだけど、うん、見事に好きな人がいましたっていう感じで、なるほどね、淡く終わっていったっていう、マジか、すごいって感じ。じゃあそれなんかやー、やだなぁ。やでしょ、あざとくね、普通に。モテ遊ばれたね、それは。うん、モテ遊ばれた感満載。言われたんでしょ、手を温めてって。そう、そうなんですよ。うん。シェル手温めてって言われたんですけど、まさかの。はいはい。それひどい。好きな人いるみたいな。いや、てか意味がわからんまいし。うんうん。いや、意味わからんよね、普通に考えて。わからんね、ひどい。うん。ひどすぎるよね、普通に。いや、ひどいな、それは、うん。え、ちょっと待って、あなたたち、死んだ？熊に抜かれた。熊だ。熊に抜かれた、それだね。すまね。美味しく料理された。いい話してるときに全く。あいつもあざと、あいつあざといぞ。あいつあざといぞ。あいつ多分手温めて。あいつ手温めてって言って。
あの、くくったらダメなやつ、絶対。さっきあの、声が聞こえたから、僕も手出したら撃たれたもんだって。それはいいな。絶対。あざとい。銃縛っちゃったもんだって。うん。最悪。もう一人いるよ。あー、もう無理。うわー。やらん。やらん。おばあちゃんや、抱いてたくないの、もっとちゃんと不安にしてよ。